皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は漢字の穴埋め問題です。真ん中の四角に共通する漢字を入れて4つの二字熟語を完成させてください。問題は全部で10問あります。制限時間は30秒です。全問正解を目指して挑戦してみてくださいね。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。正解は力という漢字です。引力、出力、力学、力作となります。時間内に分かりましたか。それでは次に行きましょう。2問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は貧富の貧という漢字です。極貧、精貧、貧血、貧乏となります。精貧とは行いが清らかで貧しい生活に休んじているということだそうですよ。3問目です。四角に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは食べるという漢字です。断食、軽食、食塩、食紅になりますね。それでは次に行きましょう。4問目です。四角に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは宝という漢字です。国宝、家宝、宝石、宝玉となりましたね。王の給仕隊は玉などを壺に入れて家の中に大切にしまっておくという様子からできたそうですよ。5問目です。真ん中に入る漢字は何でしょうか。
終了です。答え合わせです。答えは行うという漢字になります。善行、動向、行事、行為となりますよ。それでは次に行きましょう。6問目です。四角に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは源という漢字です。根源、財源、源泉、源氏となりますね。源氏は日本の氏族の一つのことですね。7問目です。真ん中に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは医者の医という漢字です。名医、獣医、医局、医学となります。これは分かりやすかったかもしれませんね。8問目です。四角に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは同じという漢字でした。近道、一道、同感、同一となります。漢数字の1が2つ入っていたので難しく感じたかもしれませんね。わかりましたか。9問目です。真ん中に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは証でした。偽証、確証、証明、証拠となります。それでは最後の問題です。四角に入る漢字は何でしょうか。終了です。
答え合わせです。答えは卓という漢字です。電卓、円卓、卓球、卓越となりました。時間内に分かりましたか？以上で問題は終了です。この問題は知の種のホームページで無料プリントとして公開していますのでご利用くださいね。皆さんのコメントや高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。